サムリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。サムリン哲也とスーパーサムリンの小野塚とゲストのクレイシーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワインの定期便8月号第4週でございますね。ゲストのグレシンって言おうとしたんですか？いや、ちょっとまだグレシない。はい、ちょっと厳しいかな。まだ余裕が入ってない。そう、なるほどなるほどなるほど、はい、まだちょっとグレてない。あ、なるほどなるほど、ということでございますね。8月号に関しては岸本さんと、岸本さん、はい、やらせていただいてございます。ありがとうございます。はい、イタリアとスペイン系ですけども、はい、今回はですね、ちょっとスペイン多めでございます。うん、スペイン、はい、美味しいですよね。美味しいですね。じゃあ第4週、こちらのワインでございます。はい、なかなかボデガス・パラ・ヒメネスが作りますエル・トロイヤ、トロヤノっていいのかな、トロヤノ、エル・トロヤノ、はい、オレンジワインということでございますね。おー、2100円、安い、うん、ベルデホのオレンジワインですね。はい、じゃあ早速飲んでみましょうか。はい、スクリューが楽なの楽ですね。スペイン内陸部に位置するラ・マンチャ地方、メセタ、高原台地と呼ばれる、高原が果てしなく続くような不思議な美しさを持つ地形。いや、もう厳しいだろうここは。ワインの生産量はスペインの全体の 50% を占め、乾燥し寒暖差の大きい上に強い風が吹く厳しい気候により、業界の影響を受けにくい。ボデガス・パラ・ヒメネスは家族経営のワイナリーですと。はい、ね、三兄弟の躍進で現在ではラマンチャ最大のオーガニックワインメーカーです。へえ、そうなんだ。2003年に建てられた現在のワイナリーはドン・キホーテで有名なクエンカ村の、クエスタロ、クエスタコローラ、赤い斜面の、ラマンチャの平原を見下ろす小高い丘にあります。古くは昔ながらの風車が並ぶ丘、カンポデ・クリプターナや、映画エルシドのロケが行われたベルモンテの町があり、観光名所となっていますと。クエンカの村、クエンカといえばそれこそ水曜どうでしょうの面々もクエンカに行ってたよ。あ、ドン・キホーテを見に、うん、なんかね、僕覚えてるクエンカの町でこうずっと喋ってた。ベルデフ 100% でございます。はい、標高 900m の高原ですね。すごいですね。ずば抜けバランスに3を誇りますと。200m アンフォ、200リットルアンフォラ、4000リットルのフレンチオークで1週間の低温マスラシオン。お、結構また。で、果皮から色素を抽出する過剰な酸化を防ぐために繊細なパンプオーバーを、パンプオーバー、ポンプじゃなくてパンプオーバーなんだ。毎日行ってます。へー、なるほどなるほど。おいしい。いいですか？これかなりね、あの、なんか檻というか、うん、ノンフィルターなのか。だからすごい、ま、なんかブドウのカスめっちゃ溜まってるんですけど、あの、ゆっくりやってもいいし、多分混ぜてやってもいいしっていう感じだと思います。おー、すっげーなこれ。トロイの木馬というギリシャ神話の一つでございますね。と、このワインの醸造方法がローマ時代からの伝統的な方法、アンフォラという素焼きの亀の、容器にブドウの果皮を漬け込むことでにちなんで古い神話からのとった名前が付けられてますせと。ドン・キホーテ関係なかったですね。全く関係なかったですね。トロイの木馬でございました。うん、これめちゃくちゃバランスいいですね。そのうまオレンジワインでちょっとさ、うん、やっぱ独特な風味あるじゃないですか。うわ、めちゃくちゃいいっすねこれ。これは綺麗、ちょっと蜂蜜みたいな。うまいね。オレンジ、オレンジですね。はい、マンマレードの、うん、はい、なんかね、ラベルはちょっとね、正直あんまり美味しくなさそうだなと思ったんですけど、ちょっとチープなイメージあるんだよね。飲むと全然うまいです。これなんか変えたら絶対いいのに。すごい、このチープ、このさ、ラベルのさ、こう、馬にまた上がって亀を持ってるこのおっさんたちとか、なかなか突っ込みどころのあるこのラベルをしてらっしゃるんですね。ちゃんと素晴らしいございます。じゃあどんなところで作ってるか見てみたいと思います。味がめちゃくちゃうまい、はい、ここでーす。よっ、もうね、うん、本当にもう茶色い大地。茶色いですね。標高900あるんでしたっけ。900です。すごいな、ここそんな高いの。こんなところでございますね。で、ここにね、こう高速みたいなのがあるんですけど、うん、ここでこう見ようと思ったんですが、見えません。高速はやっぱりダメだ。もうね、全く見えません。ここ、ここで見ようとするじゃないですか。はい、はい、見えません。やっぱ、ちょっと見づらい壁がございます。なんか、ネットが悪いのかな、うん、
まり、ちょっと。できたきた。あ、来た。はい、こんな感じの場所でございますね。あ、でも言ってた斜面が赤土っていうね。あ、そうですね。本当に赤いですね。クエンカの街はどこだい？クエンカの街。クエンカは行けんじゃないですか。クエンカ、ここですね。まあでも近い。そうだ、やっぱりここ行ってたよ、水曜どうでしょうで。うん、この辺ちょっと緑ありますね。ここはですね、非常にですね、いい。古城みたいなのあるんですか？そう、ここですね。こんな感じの場所でございます、うん、これを見ながら大泉洋が語ってました。要塞です。覚えすぎるのイートインフチってずっと言ってました。これはですね、見ないとわからないやつです、ね、全然わかったことです。ぜひご覧ください。ね、はい、そうですよね。です一度確かに行ってみたいな、このクエンカの街に関しては。すごく美しい場所らしいですね。めちゃくちゃこれ見てるだけでも綺麗ですけどね。ですね。でクエンカじゃないです、そもそもね。ここを見なきゃいけないんですけども、じゃあこいつの、写真ちょっと拝見してみましょう。こんな感じですね。おお、やっぱ標高高いから少し雪ぐらいが降るかな。こんな場所、こんな場所、うん、こんな場所。いや、砂漠じゃん、ほんと。砂漠ですね。寒いし暑いしみたいな。いや、ほんとそうだよ。まあ、こんな場所で標高900すごいっすよね、うんうん、常に本当に、はあ、おってことでございました。綺麗ですね。綺麗なワインでございますね、はい、非常に味わいも素晴らしい。でもちょっとオイリーっぽさがあるというかね。やっぱりこうオレンジだから、この果皮のなんかこの苦味っていうか、しっかりした質ももちろん出はしてるし、そこからくるにするとオイリー感っていうのも、ね、そうですね、あります、ね、出てますね。ではマリアージュさんとズカちゃんでやりましょうか。これはいろいろなんか試してみたくなるワインだな。そうですね、うん、なんかいろいろ懐広いんじゃないかなと、うん、思う。非常にいいワインだと思います。どんなマリアージュになるかお楽しみに。はい、それではマリアージュのコーナーいきたいと思います。ありがとうございます。人が変わりました。はい、蕎麦一休さんです。蕎麦一休さんです。蕎麦一休です。よろしくお願いします。北海道の苫小牧ですね。そうそう。苫小牧で美味しい蕎麦菜というね、はい、お蕎麦屋さんやってらっしゃる蕎麦一休さんがこちらで。本当美味しいんですよ。だから飲食店の方ですから、ね、はい。忌憚のない意見をご意見聞かせていただければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まずはじゃあ、テイシング。ああ、ちょっと温度上がってもいいと思いますね、うん、これは。非常に良い。やっぱりこの感じ、うん、いいと思います。オレンジの割には優しいんですよ、うん、味わいとしては。でもちゃんと深みがあって、こんな作ったなっていうふうに思っちゃいますね。ドビオみたいな感じじゃないですよ ね。これビーガン認証、そしてユーロリーフ、もうガチガチガチの自然派ですけど、臭くないですよ。臭くないです。クレピー、クレピーどうぞ。 3.3。 おー、ありがとうございます。じゃあその方いきましょうか、はい、せーの、3.3 で。さすが。寄せたわけじゃないんだけど。見られてますね。見られてるね。飲んでますもんね。飲んでるから。いや、ありがとうございます。いえ、こちらこそです。はい、ということで、こいつに合わせるんですけど、担当、はい。僕ですね。はい、ズカちゃん、よろしくお願いします。豚肉とキクラゲの卵炒め、うん。ちょっとね、卵系は合うんじゃないかなと。そのオレンジ系に。と、あとサンドイッチです。僕ね、そっち合うと思う。これは照り焼きチキン卵サンド。はい、非常に良いと思います。で、チキン、これね、タンドリーチキンも合うと思う。そうなんですよ。最初こっち、これがいいですか。最初それいきましょう。これじゃあ温めますね。はい、お願いいたします。はい、いきます。よっ、まあ、いつも通り、これも照り焼きですけどね。おお、すごい。じゃあ、ズカちゃん、ちょっと切っちゃって。美味しそう。じゃあ、いただきます。はい、味は同じだね。うん、美味しそう。うん、うん、うん、まあ、合わんことはないが、かもなく、不可もなくだね。まあ、別でいいかな。うん、いいよ。あ、美味しそう。うん、まあ悪くはない。マシなレベルだな。広がらないけどね。次行こうか。次行きましょうか。うん、
はい、ちょっと美味しそう。1個取って、かじる感じで。すごい匂いっすよ。ちょっとかじりますか、じゃあ。はい、じゃあいただきます。いただきます。あ、いただきます。単体はうまいっすか。うん、まあ、いける。美味しい。あ、まあ、でも今回行けばいいですね。さっきのよりは全然いいよ。うん、あのマリアージュの方向性としてきちんと、うん、強い方がいい。うん、あのこれを入れることによってこのスパイスの香りがまたパッと上がってきてる感じ、うん、いいですよね。いいですね。どうですか、強いで、うん、多分その前に負けてますよね。そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱりこんくらい味がついしないと厳しい。おっしゃる通りですね。ありですね、これは。うん、ここに何か足しますか。これですか。今回ブラックペッパーなんてスパイスになるってことですよね。そうなんです実際そうなんですよ。悔しいな、実は使いたくなかったんですけど、もう使わざるを得ないかもしれない。使わざるを得ないどうしようもないけど。胡椒、そのままでもよかったね。そのままでいいっすよ。よかった。でもまあそのままでいいかもしれない。なんかあったっけ。ごぼうとか。まだクレシンさんスペシャルがあった。いや、トサニ。トサニを、あの、このワインを引き立てるために一応やった方がいいんじゃないですかね。やってみますか。これはね、どこでも売ってますね、トサニはどこにでも。出汁まで美味しいトサニってことですね、はい、ここさ、このオレンジワインどこまで勝てるのかって配色のこうでございます。はい、いただきます。はい、ちょっと甘い。あ、一緒にこれ美味しくないです。あ、あ、え、厳しいかもしれないです。厳しいかもしれないです。それよりメンバーですよね。ね、そうですね。あ、うん、じゃあまず、トサニのそれがクオリティ低いっすね。セブンイレブン、確かに、ちょっと難しい。ちょっとよろしくない。タンドリーチキンかな。いいっすか。ここじゃない？彼の登場シーンここなんじゃない、もしかして。来ました。ちょっとやってみたかったんだけど、ちょっと食べてみたかったのもあったんですけど、はい、レンジで仕上がる冷やし中華ってやつですね。これご存知ですか。知ってます。食べたことあるんですか。食べたことないですけど、あのテレビで見たことある。そうなんですよ。お、大人気。これね、あの氷が確か入ってる。おっしゃる通り、さすがもう飲食店の人間違う。そうなんです。これ、何が…北海道産小麦です。おー、でもやっぱり今回いいじゃないですか。さすが、これ…でもうちテレビないから見たことない。それは知らなくていい。それはもう、それはもう…日照さんが作った冷やし中華なんですけど、これレンチン作れます。うん、で、これが何がすごいかというと、氷が入ってます。氷はレンジでチンしたところで実は溶けないっていう、すごい…まあ、え、まあ、そんなんだったのって僕たちも知らなかったんですけど、そうかっていうところで、それをこう利用した製品でむちゃくちゃ今ヒットしている。すごすぎますね。もしかしたらこれくらいの味の濃さだったらいけんじゃねっていう。はい、お、はい、おお、おすごい。お、具材もちゃんと持ってる。自分で作るより全然いいですね。本当に作るのかね。じゃあチンって、え、どういう感じ。まあチンできた。2分50秒。これまでいいですね。はい、いきますよ。流行ってるんですか、これ。今めっちゃ流行ってます。僕これガッチリマンデーか何かで見たのかな。おお、冷やし中華でガッチリ。うん、なんか確かにこれは取材したくなるわと思っちゃったんだろうな。ソムリンまだ出たことないですけど、うん、ガッチリしたいね。ガッチリしてね。ガッチリ稼い、稼い、稼いでないもんね。稼いでない。定期見でガッチリ、いや、行かない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 絶対無理絶対無理絶対無理。でもちょっと、あの、ずかちゃん、あのね、なんか少しずつやってくださいっていうふうに書いてある。あ、うん、でも全然、なんか30秒ぐらいやってんじゃない。だから氷についてる麺がね、なかなか溶けない。これでいきましょう、もう、これは。あ、結局、あ、まあ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 、まあまあこんな感じですよね。熱い、熱いけど、氷がちゃんとまだ、氷がちゃんと、なんか中途半端だね。だからこの氷とか難しいんですよ。これはレンチンがむずい。レンチンの技術が必要になってくる。でもこうやると氷まだって冷たいですよ。冷たいんですよ。はあ、すごい。
なかなか面白い技術ですね。溶けてほぐれてきた。そんな感じだと思います。一体冷てから入れちゃっていいんですか。はい、入れます。と、あ、確かにそうだよね。100% じゃあこうほぐれるまでやる必要性ないんだ。そうなんですよ。でこうやっていくとさらに、あ、ちょっと凍ってるか何ぐらいがいいかもしれないです。あ、ちょっと待って。あ、冷やし中華の香りが。冷やし中華だ。え？冷やし中華になってきました。ちょっとなんか感動を覚えてます僕は。じゃあ液体でほぐす感じですか。え、そうっすね。そうっすね。そうっすね。あ、お、はい、完璧に冷やし中華ですこれ。映える感じで。うん。バイバイでしょ。盛り付け大事。バイバイだよ。セブンの紅しょうが塩できた。分からん。日礼さんです。はい。バッチリ。じゃあちょっと一回食べてみましょう。いただきます。どうぞ。いますは？冷やし中華。冷やし中華。ええー。これ作ったやつすげえぞ。冷やし中華。うんうん。うん、でも全然いいですね。あ、今回これいいんじゃないですか。合いますね。え、すごい。あった、上がりましたね。上がりましたね。くわ、うん、ワインのいい香りが、はい、ワインの香りが立ちますよ。うまい。もちろんマリアージュとしてもすごくいいし、うん、驚きポイントみたいなのがありましたね。そうですね。こっちで、8月の定期的にはちょうどいいな、うん、っていう冷酒が食べながら飲むみたいな、うん、最高だと思います。これでいいですか。これでいいです。じゃあマリージュポイントずかちゃん的には85、うん、まあ、かな、うん、でも6でもいいんじゃないですか。6ぐらいにしますか、うん、86点で。これ、辛子もいいかもしれないです、うんうん、ね、いいと思いますね。いや、非常に良いと思いますので、はい、実食。めっちゃ2点アップ。あ、よく、うん、あ、マリージュしたっていうことですね。よかった。もう見てるよりも2点本当アップしましたね。おー、ありがとうございます。あ、よかった、ありがとうございます。じゃあマリアージュですね。クレポは84点。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これでも驚きだったね。そうですね、うん、よかったですね。普通にこんなに時間かけてね、尺取りすぎ、取れ高ゼロだった。やばっと思って、ゼロでバッチリしたね。バッチリ、はい、ということでございます。じゃあまとめいきたいと思います。はい、日礼さんの冷やし中華。はい、日礼さんの冷やし中華でございますね。はい、あのレンチンでき冷やし中華。もうこれ、ポップメイク。これでも難しいっすね。これね、まあ、チン加減が難しい、ね、に。次はもっとうまくできると思う。うん。うん、非常に美味しい。レンチンとは思えなかった、うん。これは本当にびっくりする冷やし中華でした。ぜひこれに合わせていただければ、オレンジワイン。最高に合うと思います。まあ、これにですね、あの、からしを作るなりもすごくいいと思いますし、はい、いろいろとやってもらえれば、バリエーション、深く面白く楽しんでもらえるかと思います。イワシカちゃんとか入れてもね。ああ、最高ですね、うん、僕ね、イワシカちゃんとね、からしやりたいと、はい、そんな感じで。マリアージュポイントが86点で、はい、ありがとうございます。ということでですね、定期便8月号これで終わりでございます。なんとかなりましたね。なんとかなった。いや、これ今回長かった。負けんじゃねえかと思ったけどね。いや、なんとかなりましたので、ぜひですね、楽しんでもらいたいと思います。はい、ではまた9月号でお会いしましょう。ありがとうございます。